どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は攻略情報なしで普通にプレイしているだけでは、わかるわけがないようなアイテムや要素について見ていこうなんだぜ。こういうのって初見プレイの時は完全に見逃しちゃってて、後から学校で友達とかに聞いて、そんなのあったんだって知ることになったりするのよね。そうなんだよな。もしかするとみんなが初見で気づけて当時自慢したくなったようなものも出てくるかもしれないし、逆に未だに気づいておらずに初めて知るものも出てくるかもしれない。今日はどんな作品が出てくるのかなぁ。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まずはスターオーシャンセカンドストーリーより、オペラ関連のプライベートアクションを活用し入手することができるアイテムだ。オペラ関連かぁ。そもそも初見プレイの時は何も考えずにアシトンの方を仲間にする人が多そうだし、オペラを仲間にしてさらにわざわざ序盤のサルバまで戻って、プライベートアクションを起こすってこともしなそうだから、この時点ですでに普通は気づかなそうな条件ね。そしてそのプライベートアクションを起こすと、オペラがとある賭けをしようと持ち出してくる。賭けですか？別に大したことじゃないわよ。次にこのお店から出てくる人が男か女かを当てるだけ。もし私が負けたら何でも言うことを聞いてあげるわよ。何でも、やりましょう。すぐにやりましょう。ということでクロードに男か女か選ばせてくれることに。わかんないけどじゃあ女にしておこうかな。というわけでお店から出てきた人を確認してみると。これ女か男かわかんないなぁ。しかし実際は男だったようでオペラの勝ちとなる。なるほど。じゃあロードしてもう一回やれば勝ち確定だ。というわけで今度は男にします。すると今度は、ちょっとレナー。え、レナ？そして呼ばれたレナが当然のように中から出てきてまたもオペラの勝利。ずるいぞイカ様だー。と基本的には勝つことができないこの勝負なんだが、実は低確率でこれ以外のパターンが発生するので、霊夢にはそのパターンが出るまでセーブロードを繰り返してほしい。というわけで低確率を引くまで何度か繰り返してみました。その結果がこちらになります。というわけでまさかの男とか女とかいう問題じゃなく犬が出てくることとなる。このイベントを何度もセーブロードでやり直そうなんて思わないし、これは確かにわかんないな。だが本番はこれから、この犬に対してピックポケットでアイテムを盗むと、なんと超貴重な賢者の石が入手できてしまうんだ。賢者の石を持っている犬とか何者だよ。これは当時発売のファイナルガイドというかなりしっかりした攻略本にも書かれていなかったと思うので、おそらく入手したことがある人は限られるんじゃないだろうか。オペラのこのイベントで犬が出てくるとかも知らなかったし、そもそも犬に対してピックポケットをしようなんてことも考えなかったわ。ちなみに犬にポケットといえばクロス城下町のこの犬、こいつからはオリハルコンを盗むことができるな。犬のくせに賢者の石とかオリハルコンとか、マジで何者だよ。続いてはマザー2。絶対にわからないというほどではないが、初見では気づくのがかなり難しいどこどこ砂漠に落ちているものの数々だ。ああ、確かにそういえばあの砂漠にはいろんなちっちゃいものが落ちてた記憶があるぞ。どこどこ砂漠は砂漠という名前の通りかなり広大なマップとなっており、しかも一定時間歩いていると日射病という状態以上にかかってしまうという厄介な要素付き。そうそう、RPG 好きとしてはこういう広大だけど何もなさそうなマップも、ちゃんと隅から隅まで探索したいんだけど、敵も多くて日射病も鬱陶しくてで全部見て回るのはなかなか大変なのよね。しかしそんな中でも様々な細かい要素が仕掛けられており、まずはこの看板。このどこどこ砂漠でコンタクトレンズを落としました。おばあさんの形見でとても大切にしていたものなので、見つけて届けてくださったらお礼をします。フォーサイドパン屋の2階ペテネラ序盤にというなんとも無茶ぶりなお願いが書かれている。砂漠でコンタクトとかもう完全に諦めた方がいいし、他にもっと形見の品あったろ。しかしこれに関しては少し移動するとものが光ってくれているので、意外にも簡単に発見可能。仕方ないから後でペテネラさんのとこに持って行ってあげよう。お礼の品は後で紹介するとして、次はこの画面に表示されているあれ。これはキプレイの人ならあれかってわかるけど、初見プレイだったらあの存在に気づくはずがないのよ。それがこの黒ゴマだ。よくこんなに小さな黒ゴマに話しかける気になったものですね。昔冷たくした白ゴマにもしも会えたら謝りたい。ということで今度はこの砂漠で白ゴマを探してみることに。さっきは黒いドットだったからまだなんとか見えたけど、これが白いドットになったらいよいよ見逃してても気づかないぞ。というわけで白ゴマがいる現場まで移動してみたが、みんなはどこにいるかわかるかな。いるねー。よく見たらあそこに白ゴマがいるねー。というわけで話しかけてみると、昔好きだった黒ゴマがこの砂漠のどこかにいるって聞いたんですが、もしあったら白ゴマは今も好きよって伝えてね。
え、もうあった？元気でしたか？そうですか。ゴマのくせになんかドラマみたいな恋愛してるなぁ。というわけで再度黒ゴマに白ゴマのことを報告しに。一度見つけてても普通に見失っちゃいそうだわ。再度話しかけてみると、え、白ゴマがまだ俺を好きだと？ほろり。というエピソードが聞けるわけだな。今ではこのイベント自体が有名だからキプレイならみんな知ってるだろうけど、初めて自力でこのゴマを見つけた時はめちゃくちゃびっくりしたよなぁ。ただの画面のノイズか何かかなと思ってたら、まさかこんなしっかりしたテキストが隠されてるんだもんな。そうそう。それじゃああとはさっきのコンタクトレンズを届けて、お礼をもらいに行こう。おお。というわけで一気にフォーサイドに到着。コンタクトレンズを持ってきましたよ。今世の中にはケチな奴がいるもんだ、ってことについて考えていたところなんです。なんちゅう内容の考え事してんのよ。コンタクトレンズを見つけてきたから考えを改めなさい。え、おばあさんの形見のコンタクトレンズを届けに？ありがとうありがとう。僕の家計は物を大切にするんです。じゃあ早速何か。結構苦労したし形見のお礼となっちゃちょっと期待しちゃうわね。お礼の品物を、まだ5年しか履いてない僕のよそ行きの靴下です。おい私はゴミ回収業者じゃねえぞ。穴も開いてないしこないだ洗濯してから一度しか履いてません。ほんの少し匂うけど大丈夫です。遠慮なくどうぞ。ネスはペテネラの靴下を手に入れた。マジでゴミじゃん。超いらないんですけど。アイテム欄の説明を見てみると、戦闘時敵はその臭さにたじろぎ固まってしまう、という状態異常系アイテムだ。そんなもん持って冒険したらネスの鼻が壊れるだろ。というわけでネスたちのためにもここに捨てていこう。それがいい。続いてはファイナルファンタジー8のカードゲーム関連。FF8 のカードゲームは楽しくて結構やったなぁ。それこそカード変化が強いって知る前からいろんな人に話しかけてカードをプレイしてた。おそらく霊夢のようにカードゲームにハマって、中にはカードをコンプリートしようと頑張った人も少なくないだろう。とりあえず出会った全員とカードゲームをすればコンプリートできると思ってました。だがそんな考えを一周したのがカードクイーンの特殊イベント。カードクイーンは最初はバラムの街におり、まず彼女とカードゲームで戦い技と負けてレアカードを取られる。普通は負けてレアカードが取られたら絶対にすぐにロードするだろうから、この時点で自力で気づけるはずがないのよね。するとカードクイーンはこのエリアに飽きたので別の地域に旅に出るという。この場合はガルバディアって言ってるけど行き先はどこでもいいの？いやここで第二の関門で、通常は高確率でバラムからはガルバディアに行ってしまうんだが、低確率でドールに行くパターンがあるのでセーブロードを繰り返してドールに行ってもらう。それはいよいよ自力では無理ね。一応行く先々で何度も何度もレアカードを取られ続ければ、いつかはドールに行くこともあるが、場合によってはカードクイーンが宇宙に行ってしまったりするので、そうなってしまうよりはここでやり直してドールを出すのが無難だな。宇宙に行かれるのはまずい。そしてカードクイーンがドールにいる時限定で、会話の選択肢の中にアーティストの父の話という項目が出てきて、聞くと特定のレアカードをカードクイーンに渡せば、それを元に新しいカードを書いてくれるというイベントが発生。つまりこの時点ではカードをコンプリートしようにも、すべてのカードがまだこの世界に存在してないって状況なのよね。そういうことなんだ。そして例えばカードクイーンにわざと負けてアレクサンダーのカードを渡せば、そこからグラシャラボラスのカードが世に出回ることとなる。そのグラシャラボラスのカードは誰から入手することができるんだろう。それもテンバーのどこかというところまでしか状況は聞けず、誰がグラシャラボラスのカードを使ってくるかは自力で探さなければならない。めちゃくちゃ大変。そしてさらにグラシャラボラスのカードをカードクイーンに渡すと、今度はフェニックスのカードが流通してそれがエスタのどこかにあると教えてくれるように、攻略を知っていてもいちいち世界中を回ってカードを収集するのは大変だし、攻略を知らなければもはや無理ゲーレベルの入手難易度と言えるだろうな。そりゃあ子供の頃に出会う人全員にカードゲームを仕掛けてたのに、それでも全然コンプリートできなかったはずだわ。一応救済措置として、ディスク4に入ってからカードクイーンに会えばこれらの特殊カードは入手できるんだが、その場合はクイーンはランダムハンドやセイムやプラスなどプレイヤー殺しのルールを使ってくるため、逆に大変かもしれないな。ランダムハンドはもう絶望の記憶しかない。続いてはロマンシングサガ3。ロマサガ3は特定の敵からのみ低確率で入手できるみたいな、かなり苦労するレアなドロップがちょいちょいあった気がする。今回紹介するのは低確率の方ではなく、普通はわからないという点に注目してトリプルソード。ああ、確かにトリプルソードは普通は絶対にわからないわ。そのために必要なのが体験技である無刀取り。この無刀取りを習得するのがまた大変なんだよな。
まずこの無頭取りというのは体験のカウンター技で、敵の攻撃を無効にしつつ反撃し、さらに相手から特定のアイテムを入手することが可能という超特殊な技だ。私はこのチャンネルでマリサに教えてもらうまで、ロマサガで敵から武器を盗むことができる技があることすら知らなかったな。そしてそれをひらめくにはその前段階の無用の位という体験による回避技からの派生となるんだが、まずそもそも体験を持ったキャラに無用の位を何度も何度も使わせようとは思わない。普通は体験キャラなんて大ダメージを与えるのが仕事なんだから、ちょっとでもダメージが高い技を使おうと思うわよね。しかしそれでもある程度以上の強敵相手に無用の位を使い続けて無頭取りをひらめくことが第一段階。そして第二段階として無頭取りでトリプルソードが入手できるのは巨人のみのため、巨人相手に無頭取りを成功させる。そうしてようやく入手することが可能だったわけだな。通常プレイだったらまず無頭取りをひらめくこともないだろうし、それをさらに特定の敵にピンポイントで使うとか、もう絶対に自力では発見不可能な武器ね。他にも様々なゲームで、これは攻略なしではわかるわけないだろうという要素があるが、霊夢はどんなものが思い浮かぶだろうか。私が今思いついたのはファイナルファンタジー6の宝箱のパワーアップね。ああ、確かにそれも普通はわからないな。宝箱を取らずに後で取るとパワーアップしてるってのは、クロノトリガーとかだと常識かもしれないけど、それがまさかファイナルファンタジー6でもあったってのは大人になってから知ったもん。例えばモブを仲間にする場所にある宝箱は、世界崩壊前に取りに行くとルーンブレードが入っているんだが、それが世界崩壊後に取りに行くと中身がリボンに変わっているわけだな。ファイナルファンタジー6っていろんな攻略情報とかバグとかが知れ渡ってたけど、これは私はたまたま大人になるまで知ることがなかったから、初めて知った時はびっくりしちゃった。当時は口コミが最大のコミュニケーションツールだったので、地域によって有名な要素とか無名な要素があったりしたからな。あと攻略なしだとわかるわけないといえば、スパロボの隠しユニットとかも絶対に普通はわからないわよね。確かにそうだな。第4次スーパーロボット対戦のサーバエントカズワウスとか、特定のイベントでとある場所に移動すると入手可能なんだが、通常プレイであればそんな地点にピンポイントで行くことは絶対にないし、攻略を見なければまず入手するのは不可能だろうな。でもその分さすがの性能で1体で突っ込ませて敵を無双してくれるし、全部サーバイン頼みにしてたらサーバインが出撃できないマップでめちゃくちゃ苦労したわ。特定のユニットしか出撃させられない面で苦労するってのはスパロボのあるあるかもな。あとはファイナルファンタジー9のステラチを集め、確かにあれも自力だときついものもあるな。私はある程度隅々まで調べる癖がついてたから、大方のステラチオは初見で入手できた記憶があるんだけど、それでもやっぱり攻略なしでは全部自力では見つからなかった気がするもん。物によってはただ注意深く探せばいいだけではなく、泉にお金を13回投げ入れるなど通常プレイの域を超えなければならないからな。5回か10回くらいまでは試すかもしれないけど13回はなかなかやらないもんなぁ。あとは最後のステラチオが謎解きになってるってやつね。これは今までのステラチオの物語の内容を全て読んでいくと、最終的におのずと最後のステラチオの場所が浮かび上がってくるというもので、以前の動画で詳しい解説はしたので今回はその時のリンクを概要欄に載せておくだけで、解説は省かせてもらうが、まあ自力でその物語を読み解くのもなかなか大変だろうな。でもステラチオの物語は内容が童話みたいだったのが良かった。といったところで今日の動画はここまで、また別の動画で会おうなんだぜ。またねー。